えば穴開けの仕組みを使うんですけど、まあ、木工で使う紙を使える。で、今ここに2つあるんですけど、まあ、大体同じぐらいの太さの穴を開けるドリルなんですけど、まあ、正確にはこっちが14ミリでこっちが 12.5 なんですけど、ちょっと見比べてみて。手切れます。間違ってる。ここはもう刃物になってるんですか。そうです。刃物です。基本的に刃物。なんか大きな特徴っていうか違い。あ、薪の角度というか、あ、大きさ。そうですね。ら、まあ螺旋の角度もちょっと違うよね。付け根が違うのは関係ない。それは、これ丸いものの場合は取り付けられるドリル、ドリルというかドリルドライバー、インパクトにはなかなか取り付けられないですね。こっちはインパクトドライバー用のチャックなんか用の取り付け部分なんで、こっから下が丸いものもありますよ。どちらかというと先端の違いというかさ。ただ一番先、はい、そうなんです。じゃあこの2つのドリルはどっちかが木工用でどっちかが鉄工用なんです、うん、さあどっちがどっちでしょうか。今までの経験から言うと、言わせてもらうと、うん、こっちの丸ネジになってる方がグルグルになってる方が、うん、多分手に入り込んでくる。やつだと思うんですよ。鉄にはこんな入んないと思う。はい、なるほど、なるほど。え、ことは結論はこっちが木ね、木工用、こっちは鉄工用。正解です。すごいね。経験がある。すごい、ね。経験がものみたいな。そうなんです。正解でーす。鉄工用と木工用のやつはね、はい。鉄工用と木工用らしいです。そうなんですよ。今言った通りね、この先端がね、はい、木工用はここね一つ、はい、で対して鉄工用はないよね。そうですね、うん、これここは何もないです、はいはい、これが木に最初刺さって、はい、で正確にその狙った位置に突っ込んでいくなって思います。で今回の鉄工用ドリルは、はい、まあ、ここがネジネジになってましたけど、はい、これネジネジになってないタイプもあります。とんがってるタイプもあります。で鉄工用っていうのはそうなんですよ。 これが負けちゃうんで、ここを正確に狙うときにいっぱい穴開けるポンチっていうのポンチ、そうなんです。そうで、そこに向かってずっと行って、あとはもうこうできるだけ広い面で削っていくという発想なんです。じゃあこっちとこっち、どっちが刃は硬いですか。鉄ですか。そうね、鉄が硬いから負けないような感じになってる。で、もう一つ木工用の特徴としてはここなんです、ここ見えてもらってた、ここがもう一枚のまず刃になる、カッターみたいになってるんですよね。これが、まあ、毛引きってよく言いますけど、毛引き、ここで切って繊維だから、はい、繊維をこうカットしながら進んでいかないとブレていっちゃうんですよ。木の繊維って表の方が例えば柔らかくて中行って硬くなったり逆もあったりとか、場所によって変わるんで、それを一旦繊維をカットするんですよ。繊維を切り直す。でこれがあることによって、まあ、穴を開けた時にですね、ここが、まあ、綺麗にいくんですね。ボソボソ しにくいようになって。じゃあ質問です。木工用のドリルで鉄に穴開けられると思いますか。じゃあ逆です。鉄工用のドリルで木に穴開けられると思いますか。
あ、なんかすごい汚いけど無理やり開けそうなイメージ。そうだよね、あのイメージ通りです。あの開けられます、全然。なぜなら鉄よりきは大体柔らかいから。なので開けられるんですけど、鉄鋼用ドリルで開けると、まあ、よっぽど切れるのは新しいやつだと思うんですけど、まあ材料にもよりますけど、まあこの辺もぐちぐちのボソボソになりやすいですね。これがまず一つ違いとして、なのでまあ木工をやるんであれば、綺麗な穴を開けたければ木工用のドリルは持ってたわけです。ただし最初 DIY 始めたばっかりで、木工用も鉄工用も両方揃えるとお金がないという場合もありますね。まあ安いもんじゃない、安いものもありますけど、じゃあその時に最悪どっちを、まあ木工だけじゃ何かいろいろ自分で作ってきて DIY ってことを考えた時に、どっちを買っといた方が無難かなっていうか、汎用性が高いか、別になっちゃうんです。まあね、鉄工用を持っとけば、まあ別に木工で使えないことはないよ。そんなに美しい穴を開けるって、まあ、ないと思う。で、これで開けて、ここがボソボソになったところで、後でヤスリをかけたら、あ、確かに。まあ、なんやかんや、やりようがあるんですけど、ただ、鉄工用のドリルは、値段によって全然違うんですよ、まあ、強さが。で、鉄工用でもさらに、硬いもので、ステンレス OK のこと、NG のものですね。ステンレス OK のものは高いですね。ステンレスって普通の鉄より硬いんで、なんで安い鉄工用でなんかちょっと何回か鉄板に穴が開けたら、もうそれで結構ボロボロになります。それでこっちに開けようとすると結構あれです、グズグズになる。まあだから本当は使い分けた方がいいんですけど、ただ最初どっちを買ったらいいかなっていうと、まあ、まあこっちでいいんだ。で、綺麗な穴開けたくなったら木工用を必要な穴の分だけ買ってけばいい。あとはこういうセットが売ってます。そんなに太いものはないですけど、これがインパクトでも使える鉄工用の切りなんですね、セット。だいたい7、8本セットぐらい、あのホームセンターで今やそれなりの値段で手に入ります。で、これはあの木工用のセット、まあ、こういうのを、これ多分1000円ぐらいかな。ああ、安いです。うん。まあ、ワンセットぐらいずつ持ってると、大体こと足りるね。まあ、じゃあ、この2つの違いって、それだけなのって話なんですけど、実はですね、まあ、両方持った場合なんですけど、できないことがあるんですよ。この先端の違いによるんですよね。まあ、あるし、太さの違う穴を開けたい場合です。例えばここが、はい、坂本くんだったらどうやって開ける？まず細い方のやつをまっすぐぶっ立てて、うん、半分まで太いので、うん、手と終わり。そうだよね、その方が、まあ、正確な位置を出したい場合に、最初何もない状態でここに印をつけておいて、まあ、そこに細いのを開けてでやったらうまくいきそうだよね。そうですね、うん、そうなんですよ。それが普通の考え方で、じゃあこれをね、木工用ドリルでできるかというと、はい、って切っていいんですか。あ、ごめんなさい、そうです、直径ですね。はい、3ファイだったら3ミリの、そうです、3ファイって言ったら3ミリの直径の穴です。こうやってならなかったっけ。ファイは知ってますけど、直径っていう意味知らなかったです。まあなんとなくそうなのかなぐらいやってますけど、でも図面に結構その記号出てますって、ずっと何だったかなとは思ってました。何集合、空集合って言うでしょ。あー、それでか、数学でそれやったの。空集合です、穴の直径ですよ。ここでは穴の直径を指します。ファイって言いますね。
パイじゃないですか。でも木曜でじゃあ この手順ですよね。最初にこの穴を1で、こっちを2で掘る。で、最初じゃあ木工用を木工用のドリルで焼きました。どういう先端形状をしてたかというと、今でしたよね、はい、ここで位置が決まるんですよね。おそうなんです。穴が開いてるからそうなんです。中が取れない。これずっといっちゃうとここがフリーになって、ここが当たんねん、さっきイメージできるでしょ、はい、なるほど。そうするとグイン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 っていって芯が定まらなくてうまく開かないです。ボロボロな穴になっちゃうんですよ。だからこっちは木工ドリルはバツなんですよ。 2個目の穴、広げる穴は要するに最初に小さい穴が開いてそれを広げるってことは木工ドリルだと、まあ、難しい。正確にいかない、できなくはないんだけど、ぐるぐるやればうまくいかないです。これ以外にみんな知らないで、そういう使い方するんですか。そうなんです。じゃあ一発目木工ドリルで開けて、2発目を鉄鋼にしてやるとですね、こうなんですよ。で、こことここが同じなので自然と回転してるとセンターが出てくるんですよ。自然に揺れない揺れないで、ズズズズズっていけば、まあ、こういう格好になりますけどね。でもし木工しかない場合はどうすればいいかというと、これ順番逆ですよね。木工ドリルしかない場合は、まあ、そうすればできる。ただ、まあ、ボールパンとかがあれば一の位置を決めちゃえば実は正確に開けられるんですけど、あれ近いですよね、うん、そう、みんながこう手で打つ場合はちょっとずれやすいよね。家にボールパンある人っているんですか？いないと思うのかな。いないですよ。だから、まあ、そういう意味でも情報を本当は持っておいた方がいいんだけど。